公死刑なんて軽すぎる。被害者を殺したのと同じ方法で死刑にしてもらいたい。首が切れる、血が噴き出したりとかですね、残虐な刑罰に当たらないのかと。とてもじゃないですけれども、加害者の方の人権がどうこうって言ってること自体が私はおかしくて、命を絶つということで終わりっていうのではなくて、日本の政府や法務省は死刑に関する情報を提供していない秘密主義なのにもかかわらず死刑を尊重する、その理由っていうのは世論が挙げられる。これ4人の人が逮捕されたんですけども、全員無実ですよ、 100% 無実。2人自白しました。死刑に抑止力があるのかとか、廃止したらどうなるんだ、犯罪増えるんじゃないかという議論がありますけれども、実証的な研究はないんです。冤罪でしたっていうこともあったりすると、死刑ってあっていいのかなっていうのをちょっと思ったり、殺人を犯してしまった事実に対して更生をさせるチャンスを与える意味があるのかな。こんなことするなら死んだ方がマシだっていうくらいの罰を受けて、加害者の方が亡くなったところでやっぱり被害者の方は戻ってこないとも考えられてしまうので、殺してもいいって言ってるわけですから、うん、